バナナマンのバナナムーンポッドキャストです。はい、イエイ。ということで、いやいや、日村さん。はい、何ですか、下さん。今日はスピードワゴン、うん、ゲストに来てもらって、ラジオの方 ね、 ね、ありがとうございます。本当に、はい、楽しかったです。離婚の真相を聞きましたけどもね、引き続きスピードワゴン、あら、よろしくお願いします。どう、もうね、今日本編ではその離婚のね、まあいろいろメールで質問もらって、はい、相当来ましたよ。来ましたけど、大変だね。これでも俺らもやっちゃったけど、うん、今すげえ聞かれるだろうし、もう聞かれなくなった。もう聞かれないですよ。もう古い話ですから、あんなのも。確かにオバマ大統領とかね。そうです。オバマさん、沢尻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 エリコ結婚したりです。エリカね。もうお前って何？そうだね。山本モナさん復活とかね。ああ、そうですね。そうだね。そういうの。いろんなニュースがあったからね。ありますよ、それはもう。山本モナさんとくっつきゃいいじゃん。あ、これは恐ろしい結果です。恐ろしい結果ですよ、ね。これでもさ、糸田純という男はね、うん、言ってもモテるし。うん、モテますよ。これ次の恋愛とかをしたら、またそれはそれで大変なんだろうね。だからもうちょっとそれぐらい開けばいいんですかね。お前、そういう視点で恋してんの？いやいやいや、今回のことで、例えば。あの何、もう離婚が決まってさ、うん、正式にもう別れたわけ。はいはい。うん、その間、はい、ちょっと実験、時間が空いてるけども、はい、うん、セックスはしたの？他の人と。いつだっけ？離婚したのいつだっけ？設楽さん、相変わらず160キロのストレート。正式ときますね。正式離婚はいつですか？1月の8日です。1月の8日。1月8日。から今日までの感じですよね。はい、まあ、うん、誰かの塩を吹かせたの？ツーストライク、剛速球バシンバシン来ました。追い込んできました。追い込んできました。いや、ここは一回外すんじゃないですか、設楽さん。一回外しますか、ね、一回外すんじゃないですか。いや、このままストレートで押し切るんじゃないですか。さあ、どうする？やったのか。あ、三振また。アウト。要するに三振ですよ。振ることもできない。手が出ませんね。まあ、手出ませんよ。面白いね、会話野球。会話野球。やったの。ドストレートですね。もう真っ向勝負ですよ。やってないって言えばいいのね。やってない。手が出ずという。やってないも言わないっていう。やる送りで。やってないぐらい言えばいいの。そんな状況じゃないんだ。状況じゃないですけど、うん、まあでもだから本当に何ヶ月ぐらい空けばいいんですか？だから、いや、それはもう別に、そのね、発言は、うん、イメージとか俺別にいいけど、いやらしいと思う。あの、今、彼女と別れて他の人と出るのは、あれだけど、うん、時期が空けばいいんでしょうに取られちゃうよ。ああ、そうだね。ね、その雰囲気が出るね。いいんですかっていう。いや、だって世間なんてそんなもんじゃん。だって。わお。ますます。わお。バルの糸田の顔が見えてる。全然悪くない。これ本音ですよ。だって。あ、半年ぐらいやっぱ。半年経ったとして誰かとご飯行ってて取られたとしても、もうか、みたいな感じにはなる。1年かな、じゃあ。そうでしょうね。1年。うん、じゃあ逆に、うん、僕たち、設楽さんも日村さんも僕も純の先輩じゃないですか。うん、お前、同期だもん。見事に同期だもん。見事出た、今打ったね、クリーンヒット。こっちのピッチャーには強いね。こっちのピッチャーには強いね。球筋慣れてる、ね、今、宇宙界にカーンって来てる。考えましょうよ。何を、うん、釣りの相手誰がいいかっていうのを僕らが、ちょっとシミュレーションで考えましょう。タレントでもいいし、一般の方でもいいわけでしょ。なるほど。真下好美ちゃんはどう？真下好美ちゃん、本気で言ってあげて。ああ、設楽さん、カーブ曲がりすぎ。曲がりすぎ。なぜそこばかり行く。いや、真下好美ちゃんも、やっぱ、いい、可愛らしい子ですけどね。卓球の愛ちゃん。ボール2 だからさ、急にコントロールが、ね、乱れましたね。国民の娘みたいな子やめよう。あ、うん、そういう子じゃない子。うん、誰がいいかな。でもまあ、それ普通の人とか、あれじゃないの、うん、ね、別に芸能人の人。普通の人でも全然、問題ないですし、うん、それも僕が今こんな言える立場じゃないですよ。つか待って、その前にさ、はい、その離婚云々かんでさ、一人泣いたの。そういうのはどうなの、うん、ちょっと玉筋を変えてきました。すごい、玉筋変えてきました。外角低めを今。急にあの丁寧なピッチング。丁寧なピッチングですね。今のは丁寧ですよ。涙を一粒でも流したの。いや、一粒どこじゃないですよ。その、号泣？キワキワの時は二人とも泣きながらですよ。え？あ、二人とも？二人ともなんだか涙が出てきました。それ会ってて？電話とかじゃなくて。電話じゃないです、電話じゃないです。じゃあなぜ別れたの？そう。二人で泣きながら。泣きながら愛し合ってるなら。これでいいんだなると思う。違う、なんか人間って本音を喋ると涙が出てくるみたいなとこあるじゃん。それは小沢はすぐ分かんない。俺トーク番組すぐ泣いちゃう。トーク番組とかゲストに振られると、うん、やべ本音喋らなきゃと思うと涙出てくる。それ向いてないよ。そしたら、じゃあね、注目されたらね。向いてないよ。涙目のルカと一緒だ。嬉しい。無茶なってにやられるけど。何漫画を言ってるの？何漫画を言ってるの？ジョジョね。ゴムの最初に出てくる。最初に出てやられちゃう。あ、そうだ。
あのジョルのジョバーナ、塩バーナ春野にね、うん、何本気で話したらやっぱ泣いちゃうんだ。そうなんかなりましたね。うーん、だから別れる別れないの結論はもう出てるんですよ、うん、今後まあ頑張ってこうねとか今までありがとうねとか、でも家族になってる、うん、でもそういうこと言ってる時に泣けてくるんですよね。あ、じゃあ本当にそういうちゃんと最終的には腹割って話して、しましたしました。納得の上、うん、そうですそうです。で子供のこともあるんで、ああ子供ね。やっぱりもう僕は親だし向こうはお母さんだし、これも変わりがない事実、これはそうだね。事実だから、まあ今後もその子供のことでずっと生活は続くわけですから。一応確認するけど、うん、そこに日村さんが入る隙はないです。あるわけないじゃないですか。ちょっともない。ちょっともなくはね。ちょっともないでしょ。今一番フェアな状態なんだから、ね。フェアな状態かもしれないですけど、今はおそらくないと思いますよ。いやないの。いや、ロンジン投げちゃった今ね。間違った。ロンジンバック。ロンジン投げちゃった。あいつロンジン投げてるよ。そんなもん。たまたま。それ審判びっくりしちゃう。あ、そう。スケール好きはない。ないと思います、ね。じゃあ今後そのでもね、子供の成長はもちろんね、うん、ずっと変わったりもできるし。うん、ねえ、なんだよね、こんなの俺らしわかんない世界の話だからね。うん、ね、15日に会ったんですよ、だから夫婦で。ああ、1月の ?1 月の15日に。そうだね、うん。ラジオで言ってたね。で、はい、荒れた成人に絡まれて。シーズンだからね。シーズンに絡まれてないです。ただその時も、うん、おそらくですけど、なんかついてきてる気配があったんですよ。誰が。かまいたちじゃない。違う。塩とドラ見て、あさては。それ何漫画？三兄弟。三兄弟。何漫画のこと言ってる？転ばせて、転ばせて、切って薬を塗るっていう。薬を塗るかまいたち三兄弟っていう。妖怪？塩とトラっていう。誰がちょっとトラだ？違う。会話できるよ。どっちだろう。牛尾っていうのは青月牛尾って男の子。トラは長飛び丸っていう妖怪。そう、日村さんはでも、うん、あの、こうもっと雑魚キャラの妖怪で出てきてた、うん、そのまま。出てた、出てた。出てくれてんの、出てくれてんの、出てくれてんの、出してくれてんの、俺。出してくれてんのじゃない。出してくれてんの。出てくれてんの。出てた。あ、嬉しい。うん。じゃあ嬉しい。出てた。うん。ついてきてる気配あった。あった。ということは。られた。で、この間事務所に連絡があって、まんまとまたフライデーに出るって言って、今週。へぇー。なんかさ、登場です。すごいよね。もうレギュラー雑誌。レギュラー雑誌だな。連載持ってるようなもんじゃん。本当だよね。それってギャラもらえんの？ギャラなんて、あれもらえるの？ギャラ。もらえるわけないでしょ。もらえない。そうじゃないの？ギャラもらってたらこっちも完全に。出方考えるよね。何？イトリ毎週ちゃんと買ってんのに？ギャラももらえないの？フライデー買ってんのにね。一番読む雑誌ですよ。こんなに信用できる雑誌ないでしょ。そうだよね。フラッシュフライデー、ね。フラッシュフライデー。フラッシュフライデー。うん、フラッシュでさ、うん、去年さ、12月、うん、ジュンが育児放棄みたいなので写真載ったんですよ。うん、奥さんと別居みたいな。フラッシュね。フラッシュ。フラッシュ。フラッシュって言った。行った。で、うん、そしたら。フラッシュフラッシュフラッシュヘキサゴンヘキサゴンどういうこと何漫画のこと言ってんの？何も漫画じゃない。今は、ただの、ノリ。誰がノリだよ。日村さんに言ったんですよ。日村さんをノリって言ったんだよ。この子、別に日村さん。何この子って面白いんだけど。俺がノリかと思ったんだよ。違う、ノリじゃない。岩ノリを剥がすババアとは言ってない。言ってないのね。ごめんなさい。大丈夫です。フラッシュに乗ったんですよ、ジュンが。別居どうのこうのって。で、ジュンの写真が載ってるんだけど、ジュンじゃないんですって。え？ジュンに似た人が。これはびっくりしました。どういうこと？こうやって、まあ、ページがあって、右左あるじゃないですか。うんうん、で、左のページに、元奥さんの写真が4つポンポンポンって載って、うんうん、で、右端の下に名刺ぐらいの大きさで、うん、寂しく天を仰いでる絵が載ってるんですよ。一人で街を歩いてる絵が。僕が。うん、で、それ僕かなと思ってたんですよ。うん、まあ、いっか、と思ってて、うん、で、マネージャーが来て、これ、井戸田さんですかって言うんですよ。うん、いや、これ俺じゃねえのって、よくよく見たら、全然別人が乗ってるんですよ。確かに、パッと見、純っぽい街の若者が映ってる。何それ？サングラスかけて、キャップかぶって、カバン斜め掛けにしてるんですけど、僕、サングラスかけないわ、うん、よくよく見たら、そのキャップも持ってないわ、違う服装だし。なんだこれ、鳥っぽい人間違えてます、ちょっと。それ、切っちゃった。どういうこと、イトリが、あれなの？二重人格で。違います。違うんだ。そんな難しい話じゃないんだ。知らないうちにそういう行動を取ってた。違うんだ。そんな難しい話じゃないんだ。ポイズの真似やめろ。やめろ、ポイズの真似。全然違うんだ。それは、俺が全部食っちゃってもいいのかな、それ。それいいよ。それ一度食おう。それ一度食おう。食ってから考えよう。うめえな。うめえじゃねえか。うめえじゃん。なんでそのゲー。ポイズンの真似がうめえ。なんなんだそのゲー。うまいの？全然うまくないでしょ。うまいよ。ほんと。そんなことあんの？そんなことあった。びっくりしました、だから。へー。あ、でも、それはもう別に擦り込みで。パッと見純なの。僕も純だと思ったから。でも、伊藤田純って書いてあるわけじゃないから、別に。いや、書いてありますよ。
あ、天を仰ぐ人たちみたいな感じ。リアルに間違えて順だと思って撮っちゃった。撮っちゃったね。わかんない。それはわかんないけど。まあでもそうじゃない多分。はあ。芸能人みたいな格好してるもん、イトリって。そうだよ。そう、だから、僕これね、よく言うんですけど、例えば僕とか、志村さんだって、設楽さんとか日村さんとか、電話番号見ると、例えば、まあ、芸人関係とかさ、で、お互いの電話番号とか書いてあるじゃないですか。純のアドレス見ると、アドレス？あの、電話の、携帯のメモリ見ると、だからそれこそ、研ナオコさんだとか、芸能人。高橋ジョージさんだとか、俺らが接点ない人。すぐ言うな、そういうこと。いや、それこそ、芸能人、芸人より芸能人になったという証だなと思います。確かに。研ナオコさんが入ってた。研ナオコさん入んないだろ。芸人。それ何？研ナオコ。研ナオコさんなの？それとも研&ナオコなの？ごめん、わかんない。ケンアンドナオコはケンナオコなんだよ。鉄アンドトムしかわかんねえ。え？アンド入らない。ケンナオコの間にアンド入ってない。アンド入らないですよ。入んないんだよ。アンド入んの鉄なんでポイズン出てくるなんでポイズン鉄子アンドナオコになってんの。鉄子アンドナオコは俺知らねえんだ。鉄子アンドナオコは黒柳鉄子とケンナオコなんだよ。え、鉄アンドトムの一緒の人じゃないの、うん、鉄アンドトムと一緒なわけがねえだろ。鉄アンドトムとケンアンドナオコってなんだよ。それ今日村さんでやってる。俺は俺でやってるの。やってんすか今。俺奪ったんだ今、ポイズン。ポイズンから奪ったんだ。全く奪いきれてなかったんだ今。あ、そっか。いや、すごいです。だから例えば、何ですか、小沢は逆にそれをさ、なんかやられないの、そのことに関して。僕だから今まで撮られたのは、まず六本木で男だらけの寂しい飲み会して、うん、ズドンとか、うん、うちのだから流れ星とか、うん、まあその辺の後輩たちと飲んでる時、流れ星うちじゃないけど僕が遊んでる後輩たち と六本木で飲んでた時と、うん、幸せの糸田の横で、うん、寂しい雀荘通いって言って俺がフリー雀荘で麻雀打ってるところでざわ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 ニュースもねえな実力版開示ニュースゼロだなその時あそニュースゼロニュースゼロの時だぞニュースゼロ何のリアルニュースゼロだリアルニュースゼロリアルニュースゼロ何もありませんっつって何に俺が麻雀の人けって今もう蓋取らずに飲みそうになったウーロンちゃん蓋取らずに飲んじゃった今もうね動揺でなんでだろウケたと思ってニュースゼロが出たっつってリアルニュースゼロだっつってリアルニュースゼロだよ。ああそうですか。あれは事務所はどうだったの。何ですか事務所。うちの事務所の対応はなんかそういうのさでかいことがあるとさ、うん、ああよくあるね、うん、あのなんかいやいやそれはどうなの。そうそうそう最初マネージャーに報告して、うんうん、それから社長マネージャー誰に言ったの。まずまずどこに。まず、ね、まず高田に言ったわけ。高田言いません。全然知らねえし。バカな高田に言ったわけ。一番ダメだし。高田さん、高田さん、試してみようみたいな。次、大関に言った。いや、行かないです。王子様みたいな。そこ、ツートップでしょ、だって。ツートップ。ツートップ行ってないです。行ってないの。チーフマネージャーの浅井さんっていうのがいいんでしょ。浅井から言うわけです。浅井さんに言って、浅井さんから。あのすげえうさんくせえ人だろ。そう、アシンメトリーにしてる。俺、ほとんど喋ったことない。V ネック。あの人、超うさんくせえよな。V ネックしか着ないです。V ネックしか着ないです。なんか雑誌の後ろにさ、あの乗ってるような服装してるよね。そうなんですよ。そうなんですよ。ねえ、浅井さん。うん。よくあの、変な顔してんな。なんとかリングとか買うと幸せになるってさ、なんか女の子がおっぱいも苦しいんじゃん。ああいうのに乗ってる感じ。あれ浅井さんじゃないの。あれ浅井さんだよ。あれ浅井さんでしょ。金のフローに入ってる。あれ浅井さんでしょ。あれ浅井さんです。浅井さんに言って、うん、浅井さんから宮原社長に届いたんですよ。あ、浅井さんからの。社長にさ、浅井さんに言ったのと俺に言ったのどっちが先、うん、これ浅井さんでしょ。順番に言うと浅井さん。浅井さん相方。うん、小沢、うん。うん、そうですね。ショックだな。ショックだね。なんかショックですね。で、結婚はどういう順番だったの。結婚誰一番最初。お浅井さん俺。浅井さん。いや、結婚は、浅井さん。いやいや、浅井さんじゃん。いや、大木。浅井さん、由美ちゃんって何だ当時、大木さんがついてたから、大木さんと相方と同時に行ったじゃん。まあ、じゃあそこは1位か。うん。1位でいたいよね、やっぱり。1位でいたいとか。2位になっちゃう。2番、やっぱね。え、じゃあ、で、社長に言って。宮原さんに行って、で、そっからですかね、動いても。安倍には言わなかった。安倍さんには僕言ってないです。あ、まあな、関係ないもんな。担当以外には言ってないんじゃないですかね。いいね、ポッドキャストって。いや、いいな。ポッドキャストのこの空気感いいですね。それどうしたの？浅井はどう動くわけ？そこから。そっからどう動いたん？どう動いたん？やばいぞってなるわね。それはマネージャーとしては大ごとだから。それで、それ言ってもさ、伊藤さん、淳とさ、足立由美ちゃんのこの結婚っていうのはさ、言ってもさ、もう、個人の問題じゃないわけじゃん。国民行事だ。行事もうちょっと国民行事。そうだよ。法令の行事じゃない。国民行事だもん。ちょっと国民行事だよ。そうだよ。そういう祝日があったって言うぐらいなの。祝日
井戸さんの離婚で祝日だもん、ね、なったって言うのよ。だからこれやばいぞってなって。実際ならないけど。うん、そう、それで、し、何おめえのポイズン邪魔だよ、面白いな。ポイズンやめる。うますぎるんだよ。やってる。うまいから。うん、何ぶどって言真相じゃないですけど、まあ、いろいろお話をしなきゃいけないっていうことで、ね、休みだったんですよ。土日だったんですね。うん、で、会社、普通の日常、うんうん、会社が休みで、うん、で、宮原さんも、うん、宮原さんに報告しなきゃいけないけど、まあ、とにかく早く動こうっていうことで、うん、で、宮原さんと会うんですよ。うん、ああ、休みに来てもらったの、そうなんですよ。ただ、会った場所が。出た。パジャマで来ちゃったの。いや、もう本当にゴルフの帰りみたいな格好で来て、宮原さんが。うん、だってそんな。ギター持ってなかった。フラメンコ持ってフラメンコがしてない。大丈夫だった？ポロ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 鳴らしてない。鳴らしてないね。結構その、絶対に漏れちゃダメな話でしょ。うん、そうだね。だけど会った場所が、うん、ホテルの喫茶店なんですよ。ラブホテルの？なんで男3人でラブホテル今ラボに行くからよ、ちょっと来てくれよ。浅井さんと宮原さんが2人で。ありえつ。いやいや、もう結構、これは日村さんですね。今の日村さんですね。ありえつよ。ダダピューですね、普通のダダピューだから隣にも普通の一般のお客さんがいるようなところで聞こえちゃうぐらい、そうこそこそ話をしなきゃダメなような状況の場所に集まったんですよ。で事務所行って稽古場とかの方がいいんじゃないですかって言っても、うん、宮原さんがどうやら、うん、自分の家から一本で来れる新宿を選んだんですって、うん、でもそしたら部屋取ったらよかったね、うん、いや取らなかったんですよ。俺ここで大丈夫かななんて思いながら喋ってたんですけど、ああそれで、ほんで宮原さんが、まあ、分かったっつって、うん、そっから宮原さんから吉高社長にホリプロのボスね連絡が行くんですよ。トリプロってトリプロって言っちゃったホリプロのトップだトップをトップと混ぜて トリプロって言っちゃった、うん、吉高社長に行って、そうです、で携帯電話でホリプロ本社の方にも行く、いやそりゃそうか、そうだよね、うん、うちじゃ何も対応できないもん、ね、本体に行かないとお世話になってるザラザラしてもらえたもんね、そうそうそう、やばいやばいって慌てふためて思っちゃう、バタバタで終わるどうするって言っちゃうもんね、見てどうするやばいよ離婚しちゃうよ大ニュース。大ニュースだね。で、宮原さんが吉高社長に報告をするんですけど、うん、携帯電話で報告してるから、携帯電話で喋ってる時って声がワントーン上がるでしょ。うん、でかくなる。声がでかいんですよ、あの人。そのホテルそうですよ。ロビーで。ホテルのラウンジでこう喋ってるんですよ、他の人が。井戸だとつって。そうですよ。え井戸だと由美ちゃんがさ、なんかやばいらしいですよね、みたいなことを、大きい声で喋るから、こうやってって。うん、肩叩いて。隠してって言ったんですよ。そしたらおちんちんが、あ、出てたっつって隠してやります。もうそんな感じで、帽子で自分の顔隠したんですよ。落とせって言ってんのに、顔隠してくだらねえな、くだらねえな、社長は。やめてバカ野郎お前。そこからの対応はどうだったの？よかった。全然助かりました、ね。そのフロアの金髪のお姉ちゃんとやっちゃった。タケシさん。劇団一人がやるタケシさんですから。バーだって。バー気持ちいいだって。バーだって。金返せっつってバカ野郎っつって。でそっからじゃあまあ今日飲み行くかって言って、あ飲み行ったの。居酒屋行く三人で。あ飲み行ったりすんだ。飲み行きましたね。初めてですけどね、宮原さんとそんな感じで行ったのは。だって宮原さんってそういうさ人と人とのその感じとかあんまないもんね。うんうん、まあ、確かに。飲み行こうぜとかないもん、うん、俺らも今まで。ないもないですね。飲むと喧嘩になっちゃう。飲むと喧嘩になっちゃう。やってやろうもんやろうって。机の下をポンってなっちゃう。俺喧嘩になっちゃう。俺の生活舐めたいと思う。その現場いたわいたな、俺ら。いた。昔、東京出てきたばっかの頃、バナナマンについてって。バナナマン。あ、いた、あの時。俺らと、日テレの。森さんと、うちのボスの宮原さんと、いたよ。あれ、いたの？俺、東京で、東京の芸人って結構盛んだなと思ったもんね。あ、そう。設楽さんが宮原さんと喧嘩したって。小沢の曲もないもん、その時もやったから。そう。こっちのバトルがすごいから。そうでしょ。いや、ほんとすごかった、ね。いたいた。いや、やっぱすげえ尖ってるよね、っていう。お前話だな。社長が一番すごかった、ね。社長が一番すごい。あ、そう、でもそうやって。お前ら売られんぞ、みたいな。そう。そうですよ。びっくりしちゃったんだ。びっくりしちゃった。違う人格出てきました。あれこの人大丈夫かしら。いやポッドキャストだからって俺たち何でも喋るね。いやポッドキャストって結構聞いてからね。全然ね。ポッドキャスト意外と世界通じてんだ。出たポンポイで。安定感ねそれね。いいね。うまいね。本当。全然似てない話です。でもそれは良かったね。ちゃんとやってくれたんだ。そうですね。助かりました、ね。しっかりしてる人ですから。はい。うーんだから宣伝部の人とか、うん、で事務所に行って、うん、結局
引っ越しもしなきゃいけないじゃないですか。引っ越し、引っ越せ、引っ越せ、つって言われて。そんなに。叩いてねえんだ。そんなに。日村さんが出てきて。俺になっちゃったよ、それ。引っ越せ。それで引っ越しするのも、なんか不動産屋さん紹介してもらって。おい、マジで、はい、え、会社が会社が。あ、すげえじゃん。会社が。会社が。なんかアイドルの子とか女優さんとか引っ越すときになんかバレたらまずいみたいな感じで、事務所から頼む不動産屋があるんですって。で、そこ紹介してもらって、そこでなんか、うちうちで。マジで日村さんとかなんかすげえ、えらいいろいろね、悩んで悩んでさ、最終的にさ、地下だわ、携帯入んねえわ、学校の近くとかに引っ越しちゃったから、そういうところで紹介してくれたらいい、ね。そうだね。日村だってすぐ言われるんだから。地下で、半地下、半地下。うち B1 なんだよ。で、電波入らない。電波入んねえ。そう。俺なんで電波入らないとこ選んだんだろうと思って。最悪だよ。それ、本当はあれ一番良くないですよ、あれ。しかも超いっぱい見て、そこだよね。そう、いっぱい30件ぐらい見て、結果そこが一番テンション上がったの、部屋。いや、いや、いいとこ、すごいいいとこ。悪くはないね、部屋近くに下がることによって、うんうん、電波入んねえってないよね。そう、ないでしょ、うん、今ないよ。今巨乳アイドルのおっぱいの谷間に挟んでなくなるか、そこでなくなるの。わかんないけど電波殺す。それ、ね、なくなる。どこそれ。そんなのあるの。見た頃こうやってびっくりだね、その曲別に県外にしちゃいます。すごいね、それ。じゃあ巨乳の谷間なんだね、うちの部屋はね。巨乳の谷間と一緒です。だってプラズマテレビの後ろでいつも電話してるんですもん、だって。そこが一番乗っかって。一番窓だからね。そう、カーテンとプラズマテレビのほんの30センチぐらいの隙間がようやく入るんですよ。そこしか入んない。入るんだけど、うん、ちょっと動いたらもう終わりなの。ポイントいかないと。ポイントが決まってる。そうポイントがある。そうね、うん、それとじゃあ紹介してもらえば。次はね。うん。次はね。引っ越すんだ。もう引っ越し、これいつの部屋ですか？これは、1月の26からだから。ああ、まだ引っ越してないです。まだ引っ越してない。もうそろそろ。もうすぐどんどん。もうそろそろ。あ、そっか、でもそっか。そうだよね、離婚したら一緒に住むのは別々になるよね。半年くらいでいいから、うん、僕たち俺、ポッドキャストで4人でゴールドキャンプしようみたいな話したことあるじゃないですか。昔ね。半年くらいでいいから、4人で1回住んでみません？なんか面白そうじゃん。どうした、どうした、どうした、どうした。一人ぐらい寂しくなってきたな。とんでもねえ話。お前はどうなの？聞いてください。何言いましょう。そういう。真面目な話していいですか？うん。僕ね。彼女とかそういうのは何度？真面目な話しますけど、うん、今年入って、うん、今何日ですか？26。これオンエア26。26の時点で分かんないですけど、うん、僕今年入ってまだ1回もセックスしてない。うん何の発表だよ。それは何すげえこ、何これやばい、浅井さん、こいつおかしくなっちゃった。それは何何小沢に。こいつおかしくなっちゃった。テンション上がりすぎておかしくなっちゃった。小沢にとって。していいんでしょ、ここは。最近セックスしてねえなっていうのは、小沢にとって何日ぐらいでそう思うの？二日でしょ。こんとんだプレイボーイだ。とんだプレイボーイいました。怖え。どういう立ち位置これ何そのテンション怖い。どういう立ち位置の人これ神様じゃん。1月入って1回もセックスセックスの神様じゃん。セックスの神様です。セックスの神様。2日経ったらもうしてないぞ。神だ。神。神々。そう、じゃあいないってことだ、彼女とか。いないし、セックスもしてない。しかもですね、うん、エロビデオを見ても、うん、立たなくなってきたんですよね。もうだから、リアルじゃないと思う。リアルに射精自体をしてないんですよ。うん1月入ってから。から無性もしてないし。変なの出るよ、もう。そしたら。何、日村さん、どういうこと？俺は変なのってどういうこと？いや、うんこ的なもんが出てくる。割と。経験あるの？いや、ないけど、ほぼうんこっていう。結果うんこみたいなやつ。うんこじゃないけど、うんこみたいなやつが出てくると思う。そんな、チンコの先からうんこが出てくるってこと。多分、ニョロニョロニョロって言ってた。それ日村さんがさ、お尻なのに入れちゃった後の入れちゃったね。どういうこと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 なのそれしか説明つかないよ。説明つくよ。食べてたら、変なのが出てきそうっていうイメージよ。いやだから白く綺麗なのではないよ、うん、まあね確かに俺ちょっと貯めると黄色くなるとかあるじゃないですか、うんうんうん、それすらも今超えてると思いますただ出したい願望が今ないんですよ性欲がもうないんですよ、はいまあ、だから年もあるのかもねこれね、うん、後輩と喋ってて後輩が若い子小沢今16歳だっけ僕16歳のまま年取るのやめたんだ35歳。やめたい。永遠のティーンだから。ティーン。ポップティーン。何だから、後輩に昔そんな話してたんですよ。うん、そしたら後輩一個下のやつが、うん、最近僕もそうなんですって言ってて、やっぱ35ぐらいになると、うん、性欲が急になくなる瞬間が絶対あるんですよ。あまあこれは人それぞれ個人いろいろだろうけど。下さん35歳、僕と同い年ですよね。うん、どうですか性欲、ひまさん一個上だけど。全然だよ。普通だよ。俺なんかパツキンのモデルとやりてるな、みたいな話があるじゃん。たけしさん。また野郎つって、金返せ、この野郎つって。取られちゃった、ね。取られちゃったっつって。何あったんですか？たけしさんの話。進まさせた。そのパターンに持ち込まれてくんないから。いや、全然今性欲なくて。また来んの
かなと思って春が来れば。じゃ前とかさ多分さ、うん、結婚もしてないから、うん、フリーな状態なわけじゃん、はい、でだからじゃない、うん、俺らはあまあ言っとるや俺だけだもう結婚してるのこんなそうですよ。やっぱ制約があるとさ、うん、その中でさ、うん、あのエロビデオ見るにしても隠れたりとかね、うん、やっぱ、うん、フルオープンって興奮しないわけじゃん。そうなんです。そうなんですよ。なんかあればね洋服、うん全部脱いでるよりチラッと見える方が興奮するっていうさ、うん、そういう心理と同じで、うん、全部全開 OK だとそういうのが良くなっちゃうみたいなのがそうなん、ね、もうずっと続いてるから。そうそうそうなんですよ。でやろうと思ったら多少こうお前だってさ言ってもさモテるかもしれない井村さんとこと比べたら。そういう話僕一時期は週4デリヘル家に呼んでました、ね、ちょっと待って、ちょっと待って、ダメだこれ。これ俺聞いてからねマネージャーで俺関係ねえし。いやいいんだよ俺そういうの関係ねえし。いいんだよだってその俺何でも言うし。風俗いいんだよ。違う違う風俗の話は別にいいんだって。いいんですよ。だってそういうのがちゃんとあるんだ。システム偉いよね。偉い、うん家にデリヘル嬢なかなか呼べないよ。そう俺も仕事やってる以上そう俺いつも迷うもんギリギリでで最終的にどっちにするんですか。どっちってどういうこと。呼ぶんですか呼ばないですか。呼ばないんですよ。呼ばない呼ばないよ、うん、それねみんな僕これ解いてきましたけど、うん、怖いの最初だけうわぁ一回部屋に呼んでみる。そうなの。そうなの。だってなんか来られたら嫌じゃ ん。ホテルとかだったらね、まだありえない。なんか、やばい子だったら引っ越しゃいいじゃん。日本って国は。引っ越せ、引っ越せっつって。そう、うん、パンパンパン。おばさん出てこねえんだ。洗濯叩いてるのって言うんだ。日村さんが出てくるんだ。日村さん出てくるよね。出てこないじゃん。俺が出てきてどうすんの。でも本当に、うん、でも別に全然。一発目の恐怖なんだね。そこさえクリアしちゃえば。そこさえクリアしちゃえば。そういうなんかさ、バッとこうなんか、ちょっと派手な時期を過ごしちゃって、今多少こう引いてるだけなんじゃない？そうかもしれない。そんななくなんないよ、性欲なんて。なくなんないよ。でもほら、食欲の味覚が変わるかのように。それはあるよ。年取るとやっぱそういう欲に対するものは変わるのかな。味覚変わる？あの増えるだけじゃない？だって未だにカールとか俺好きだと。でも、うまい魚とかも好きになってるから。じゃあ嫌いなものが好きになることあっても好きなものは嫌いにならないってことですか、うん、言ってる意味が分かんない。イトリコン増えるってことは、うん、減らないってことでしょ。だからそうそういや増えるって言ったら人さんのが合ってるんじゃない。だからだって前まで好きだったもの嫌いになったりするだってそしたらさ、うん、10個しか入んないボックスにさ新しい味が来たら1個出ちゃうってことだよ。そうか、うんうん、味覚ボックスもう一個作る。ちょっと待って俺今何言ったいや分かりました今すごい合ってます。そう味覚変わるってことはそういうことじゃん、うんうん、変わらないんじゃない、あの増えるんじゃない。そうだだからその性欲に対しても増えていってるだけで、うん、今たまたまあのなくなってるわけじゃなくて、その波のあのこうザブーンって来たとこと引いてるとこぐらいなんです。バイオリズムの、うん、いや俺は普通にバイオリズムじゃなくて普通の海の波を言ったけど、うん、ザブーンつっちゃったから。いやでもカウンセラーなれますすごい。ただでも日村さんも同じ状況なわけじゃん。独身でずっとね。うん、で日村さんなんか多分さまあわかんないけど小沢に比べたらそんな機会もないじゃないあんまり。小沢と比べたらよ。小沢と比べたらね。ね。で性欲がなくなってる時期があるのかどうかみたいなそういうことだよね。ない。ね。ずっとフルパワーですか。ずっとだってほらもうほんなんか都市伝説みたいなあれで要はすごいやいっぱいやっちゃうと最後男好きになっちゃうとかあるじゃん。都市伝説ですかそれ。都市伝説じゃないのなんか赤い玉が出るとかじゃない。都市伝説はね。うん。なんで赤い玉が出る。なんかやりすぎると終わりってこと。終わりっていう赤い玉が転んでる。ボケというか福引きとかでも最後ポンってなんか出てきたみたいな、うん、ボケとして。ああボケとして全部出し終わると最後赤い玉が出てもう。いや平成って都市伝説じゃなくてよくそのもう突き詰めちゃうともうそのエロスの世界は。果てしなく広がっていくって話でしょ。そうだね。そういうのも聞いたことある。世界に行きたいみたいなことよ。プロ野球選手は世界に行きたい。で違う世界と違うと次のステージ入ったっていうことでしょ。まあメジャーワンランク上。でも俺はでも野球日本の野球球界がそのステップだとは思ってないから。じゃあ野球あ俺もね俺もね。その話じゃない。野球選手のスタンス一辺やめろ。その話じゃない。一辺やめろ。お前そのやんわりポイズンなの。やんわりポイズン。あだからそのないでしょ。ない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 。ねずっと性欲は。いっぱいあると。でも、それは日村さんが、その、オープンで、フルオープンでやってないからじゃない。小沢フルオープンでほら、もうすげえロスの世界に浸り来てたわけでしょ。エロスの世界に浸り切ってましたよ。言い直したよ。浸り切って、エロスの世界って。どういう世界なの？エロスの世界って。まずね、何色に見えるの？
あの、とりあえず例えば。色は一緒でしょ。いや、銀で、銀で。考え方がね、違うんですよ。果てしないロスの世界は銀で、銀村さんのイメージ。そう、あの、エロビデオでもシルバーっていうのがあるんですよ。うん、それはシルのババアって書いてシルバーって。シルバーだエロスを突き詰めていくとそこにたどり着くところありますけど、だからシルバーもそうですけど、エロス待って、エロスを突き詰めるとそこ行くシルバーだから、それはあって決まりなの、決まりなの。ヘルス風俗行って写真がいっぱいあるじゃないですか、うん、でみんな例えば設楽さんも日村さんも潤も、うん、もし行ったら、うん、写真見て可愛い子選ぶじゃん。そらそうだよ。それはやっぱまだエロスの入り口なんですよ。おー、可愛くない、ブサイクの子を選ぶ。ブサイクっていうか、僕は別に様式にしないけれど、うん、見栄えの良くない子を選ぶのがやっぱいいんです。なんでよ。見栄えが良くない子の方が、うん、そんな見栄えなのに、首にならずにこの世界にいられるということは、うん、何かしらを持っているんですよ。わかりますか？わかりますね。技術なのか、うん、技術なのか何らかあるんじゃないかと。それでなければ、うん、この見た目でやってけない、うんうんうん、でもさ、見た目が悪くて何か持ってる子の、うんうん、この絶対数ね、うん、よりも可愛い子の中で何か持ってる子の方が確率的に高くない、うん、設楽さんはね、いつもいいとこつくすごいひっくり返されるの。そうなんだよ。うん、設楽さん一回こっちがつこうか一回こっちがつこうこっちがつこう、うん、あのじゃあエロスの探求で言うとさ、うん、ああいうお店とかでもう俺最近行ってないから貼ってあるかどうか分かんないけどさ、うん、あのやっちゃいけない行為をしてさ、うん、壁に押さえつけられてさポラ取られてる人がいるじゃん。なんかいけないことしちゃったからこうなりますよってやつね。そうそう、昔さ、あの見せしめ的な貼ってあるやつある、うん、あれマジだ。あの人はエロスの探求をしすぎちゃった、しすぎたんだと思います、うん、大昔、うん、日村さんと僕、うん、あの、スケの行った時、日村さん、うん、日村さん店員と揉めてましたよね。あれ、おざらめじゃない、あれ、この話していいの？いい、全然いい。あれも、いやー、俺、あれも衝撃的だと思う。俺、そんなと思っても、日村さんもこの道極めようとしてるな。俺、だからぶつかったんだなって。俺は真面目なの、その辺が多分。なんで揉めたの？何が揉んでる？プロじゃない。あれ、僕と日村さんで行ったんですよ。もう一人いた。小沢淳だっけ？俺行ってない。俺と日村さん。と、誰かもう一人みたいな感じですね。でもさ、そういうさ、お店行ってさ、切れるっていうさ、すごいよね。そうですよね。勇気ないし、勇気ない。怖いってのもあるし、あと、何が俺一番その話でね、うん、あの、かっこ悪いかっていうのは、うん、もう射精した後に切れる。そうですよね。そう、まあまあそうなんだ。だから、そこで射精してなければ。それで態度悪いって切れてる、ね、うんうん。それでもうさ、ちょっとかっこ悪いよね。もう行っちゃってるわけだから。行くのは行っとこっていうことですもんね。不思議だよ、行くのは本当に。行くのはもう、だもうやっぱ別なんだよね、行くっていう、うん、いう感覚は。行った後ってさ、そんな戦闘モードに入らなくない？確かに。オスの部分がいっぺん出てってるわけだから、うん、本来フラットなわけですよね。うん、いや、怒りの中で行くから、うん、怒りの中で行く？怒りの射精ですか？怒りの射精だから。乱暴みたいな。そう。怒りの射精なわけです。怒りはもう持ってる中で、射精が加わってきてるわけ。うん、射精がただなくなっただけで、残ったのは結局怒りがあるから。ああ、なるほど。怒りで望めるわけ、次は。でもさ、怒ってる時って射精できるんですか？そうだよね。いや、そうだ。エロスの射精しかしたことないよね。怒りの射精はないの？ないです。ないです。すげえムカついたら勃起するかって話だよ。そうそう、怒ってる人で勃起してる人、超喧嘩してる時日村さんビンビンになってると思う。でもそれに近い感覚がみんなあると思うんだよね。なぜこれで勃起っていうこと、なぜここで勃起っていうのってみんなちょっとあるでしょ。なぜここで勃起はさ、疲れてるとか、うん、寝てすぐ起きたとかはあるよ。でもその報道ね、そ、笑ってる時とか悲しんでる時とか怒ってる、その感情の時に勃起するのが多分人間はないんだ。ないはずだ。だから日村さん人間じゃないんだ。いや、そうじゃなくて、格闘技とかの興奮する。格闘技見て勃起してんの？いや、これ何回かあるよ。え、嘘でしょ？マジでしょ？俺全然普通のあるあるだよ。やばい、日村さんもう壊れちゃった。普通のエロある、エロある、エロある。エロあるこれ。普通のエロある。格闘技見て勃起してたら完全にあっちの世界に来てるでしょ。だからもうワンステージ。男の裸の男が戦ってるの見て勃起してる。いや、そういうことじゃないでしょ。男の裸の男の裸じゃなくて、そういうことじゃない。じゃあ高速道路でアメリカンドッグ買ったら勃起しちゃうってことです。それを全然俺は、変だよと思う。この方がそこに見出したんだと。エロ。お前、エロというか、そこと何か結びたんだ。想像力豊かだなと。
わかんないけど。わかんないんだ。うん、だからそれは違うぞとは言えない。なるほどね。いろんな形があるから。そういう謎のボケってあるから、絶対。ですよね。でも日村さんはちょっと変わってる部分はもちろんあるね。でもここが日村さんのいいとこでもあり、悪いとこでもある。悪いとこがあるのね。ああ、今日の放送最悪な。最悪になっちゃったね。最低だよ。大丈夫かな。大丈夫だよ。いやいや、すごい楽しかった。あの本気で喋ってるのがいいんだよ。僕もそう思います、うん、隠し事するね時代じゃないですもんね、うん、そうだから糸里もさ、はい、隠し事せずにさ隠し事一切ないないよね純ないよね何にもないですから、まあ、ないな、うん、そうだね、はい、またこれからさ、はい、あのゲスト来てもらってさ、うん、またこの時期に呼んでくださいそうだね、うん、あのもう和解はしたけどさやっぱ日村さんのあの二次会でのさ、うんうんああ、暴言ね。引っかかってますよ。あそこから始まってんじゃねえかなって部分もあるわけ。なんかケチつけた的なね。どうだったつって、いや、大したことねえよ、みたいな。だよね。うん、どうってことねえよね。どうってことねえよ。だよね。注意された。まあでも、あれは和解したから、ほじくり返すのもね、あれだし。じゃあまた。はい。はい、また、ね、あ、なんか告知があるんだっけ告知あります。スピードワゴントークライブ、超スピードワゴンボリューム8、2月の5日木曜日、18時半オープン、19時半スタート、新宿ロフトプラスワンでやります。ゲストあり。前売り2000円、当日2300円で、ローソンチケットにて発売中。お問い合わせは新宿ロフトプラスワン、東京 03-3205-6864 までお願いします。2月5日。2月5日に。プラスワンで。はい。やります。いろんなこと喋るわけ。そうですね。今回、これも8回目だ。これ8回目です、ね。今回はでもやっぱちょっと話題の中心がいろいろそっちに、なんだかんだ言っても行きそうだね。そうだね。いろんなことありましたもんね。正月旅行もあったし、うん、M1 もあったし、うん、だからいっぱいあるんだよね、そういうのは。ああ、そっか。年末のこととかもいろいろ喋ってたんですね。11月にやった気になる。あれ、M1、俺、もう今年見た、あれ、出てなくなかった M1? あれまたこのくだりやるあれ毎年この時期このくだりやってんな M1 出てなかったオープニングの V でチラッと出てたじゃん漫才師だからって言ってもさなんで漫才やるんですか、うん、漫才師だからですって言ったのになんか決勝出てなかったやってなかったし漫才師じゃないですよ、ね、今回は今回スキャンダルスキャンダルスキャンダルスゲイスキャンダルスゲイかっこいいねかっこいいタイトルスキャンダルスキャンダル的なあのそういうトークライブを2月5日はい、はい、そして映画一人負けというのをやってまして出たはい僕の実録実録じゃないです実録ダブルミニングですフィクションですはい4月4日4月17日が小牧コロナ、うん、中川コロナこれ愛知県ですね4月11日から4月の24日イオンシネマ金沢ホーラスこれ石川県、うん、4月25日から5月5日まで高知の愛宕劇場で、ロードショーしてますのでよかったら見てくださいこれ実録のスピンオフ的なやつスピンオフじゃないですガッチリ本編ですガッチリの本編ですあこっち本編なの、はい、でスピンオフやる計画もないです一人負けはい、一人負けぜひお願いします設楽さんも小沢さんも出てますから、はいはいね、あれ日村さんも出てるのあれ出てないです出てないはい、僕はその宣伝のなんかナレーションみたいなのはやらせてもらいます、はいはいうん、よろしくお願いします、はいはいはい、ということで、はい、じゃあまた来てぜひお願いします、うん、お願いします年一ペースでいつもこのぐらいにスピードワゴン来てもらうから、はいうんうん、もうちょい期間短くて OK、うんうんうん、じゃあそうする、うんうん、はいお願いします、うんはい、じゃあその時もしかして島田夫妻とか一緒かもしれないけどあのコーナーですかあのコーナーでもまた来てください。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。